シャルマネセル4世は古代メソポタミア地方のシンアッシリア帝国の王である。彼の知性は主に北方のウラルトとの戦いに費やされた。知性前半、ウラルトからの攻撃の防衛に失敗。知性末期にはパレスティナ地方にも遠征した。交換たち、 特に軍の最高司令官であった、シャムシールによって王権は、非常に制限されていた。本来の名前は、シャルマヌ・アシャレドであり、シャルマヌ・ガミは思考なりを意味した。父親アダド・ニラリ三世の後を継いで王となり、彼の後は、兄弟のアッシュル・ダン三世が継いだ。おそらく彼の三代後の王、ティグラ・トピレセル三世が彼に関する記録を抹消した、ことが影響しているのであろう。 彼の知性機関について現存する資料は極めて少ない。だが、それでも問題の多い時代だったことは把握できる。名前の意味は、シャルマヌガミは思考なりである。彼の知性は、アッシリアの北にあるウラルト王国との戦いに費やされた。アダドニラリ三世の碑文に、ウラルトを服属させたことを誇るものがあるが、ドナルド・エ・マッケンジンは実際は単にこの王国の、 南への拡大を食い止めたに過ぎないとしている。ウラルトはミタンニのような軍事貴族の集合体で、北アッシリアの部族の征服によって団結していた。彼らはアッシリア文化の要素を取り入れ、碑文にアッシリアの文字を使用した。彼らの神の名前はハルディであり、彼らの国はハルディの子らつまりハルディアと自称していた。アダドニラリ三世の地世末期から、 ウラルトゥをアルギシティ一世は、フオーメヌアの後を継いで、アッシリア北部を攻撃した。シャルマネセル四世の将軍である、シャムシールは4年間ウラルトゥと戦い、さらに2回の遠征で、ウラルトゥの南への拡大を封じ込めようとしたが、アッシリアは敗北し、撤退を余儀なくされた。紀元前774年の遠征先は、ウラルトゥと並んで、ナムリの名も挙げられている。 北部のライバルに対する敗北は、アッシリアの威信を傷つけた。紀元前775年には、レバノン方面に遠征し、紀元前773年には、ダマスカスへの遠征を行わねばならなかった。それでも、こちらの方面はウラルトよりは組みしやすかったようで、ダマスカスをハディアヌに奉納させている。王の知性の最後の年には、ハタリカへの遠征が、行われた。 ンム年代記によれば、シャルマネセル4世はウラルトへの遠征を数回引いた。彼の統治権は高官たち、とりわけ軍の最高司令官であった、シャムシールによって厳しく制限されていた。ありがとうございます。